カズ君の調子がさらにいいのでね。いやー、ナオちゃんがね、そっか、調子いいから。いやいや、カズ君の調子がやっぱり、ナオちゃん。ジャニーズさんのシステム取ってないね、俺ら。ナオちゃん。ジャニーズさんはその、くん付けで呼ぶけど。でも自然やったけどね。うん、はい、今日は、今日はこちらを調査してもらいます。はい。いや、こちらって言ってたらちゃうで、手は。何これ。黄金だ。お、知ってる。嘘。やっぱ幼少期とか、なんか親父とかの、あてのなんか、小皿にこれ乗ってたで、カキピーとかと一緒にこう混じってて。そうなった？ニュースーパーツナって書いてる。うわー、何これ。これよ、もう一歩間違ったらもうコンソメスープの素やな。カチカチのやつやん。うわー、あーすごい、マグロの気がするな。さあ、今回の調査は自動車に深く関わる懐かしのマグロ珍味をリサーチ。ほら、これ懐かしのやね、やっぱり。だから気になる噂をとことん調査、銀シャリサーチ。今回銀シャリがリサーチするのはこちらのマグロ珍味。皆さん懐かしくないですか？金と銀の包装に見覚えがあるんじゃないでしょうか。いろいろな商品名で全国で売られているんですが、こちら実は静岡生まれ。今回はその誕生からの歴史と密かに遂げている進化を調査します。そこでやってきたのが漁業の町、焼津の京林堂薬局。このお店にあるってことはもう事前にリサーチするみたいな。だいたい売ってるやろ、そりゃ。あのスーパー系のとこには。でもな、取り扱ってるお店が少なくて。あ、そうなん、少ないが。かなり探した。かなり探しました。ユースーパーツナ。うん。これミルクボーイがやるやつやな。その特徴はもう、ニュースーパーツナやないか。あんなもん昔からあるで。ただ誰が買うてきたかはわからんのよ、これ。あかんぞ、お前。ミルクボーイのネタ、お前。こんな静岡で買ってるやつ。いやいや、まずはこちらのマグロ珍味についてお客さんに聞き込みをすることに。あの方ほんまにオッケーだ。オッケーです。あ、殿内さんと。殿内さん、はい、もともと横浜で藤枝に住んで、はい、で最近焼津に来たと。もうリサーチ済みやから。殿内さん、これご存知ですか？はい、知ってます。すごいよ、もうすぐ知ってたよ。これ食べたことあります？もちろん。ありますよ、当然。酒のつまみ。酒のつまみ。もう酒のつまみ。これ今でも最近買われます？これは最近は買ってないです。最近は買ってない。だから本当に懐かしのになってんのよ。昔はあの普通にね、スーパー行ってるの売ってたの。だからどこのスーパーに売ってたの。あ、じゃあもうだいぶ少なくなってきたやん、これ。はい、どうぞ。じゃあ一つ差し上げます。おめでとうございます。ということで商品を探してみることに。あ、でもスナックじゃん。スナックやろ。違うんかな。うわ、めっちゃ品揃え多いな。でもつまみ、つまみ。あ、つまみある。あ、ここや。絶対あるわ、あれ。これ、あ、これや。あ、出た、スーパーツナ。結構入ってるやろ、80g。乾燥マグロ珍味スーパーツナ。乾燥マグロ珍味なんやな。これ情報が分かってきたぞ。マグロ 100% の角煮を甘めの味付けでじっくり煮込んで乾燥させ、美味しさを閉じ込めました。ヘルシーやね、だから多分。すいません、お兄ちゃん、すいません。こちらスーパーツナについてちょっとリサーチしてるんですけども。結構どうですか、はい、売り上げの方は。はい、京林堂では年間1万個売れる人気のロングセラー商品になっております。これどこ行ったら分かるんですか、このこれについて詳しく分かるの。分かりそうなとこありますか。焼津の石原水産という会社が初めて商標登録した会社になるので、はい、そちらに行ってみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ早速行きましょう。銀シャリサーチ来たよ。来たぞ。どっちやろ。めっちゃマグロの匂いするな。まあお前もうなぎやから、まあいろいろ言いたいことあるかもしれない。いや、ないよ。そこはちょっとグッとこらえて。やってきたのは焼津市の石原水産。カツオ、マグロ、サーモンを中心とした水産加工品の製造と販売を行っています。海鮮系が大好きな橋本さん大興奮。うまそう、ここめちゃめちゃうまそう。これめっちゃうまいで、マジで。ホタテのクラムチャウダー。いやいや、もうほんまのっけからやで、マジで。サバカツ、サバカツ、アマタツみたいな。ヤイズマリンレディもお気に入りだと。それもやばいぞ。いらっしゃいませ。すいません。あ、はい。あ、ちょっとあの銀シャリと申します。すいません。これをここに行けばなんかこれのことが分かるって聞いたんですけど。ああ、
これですね。え、これなんすか。50年ぐらい前にこの界隈のいろんなところがね作ってたんですけど、ツナピコという名前でうちの会社が初めてこう機械化して大量生産に成功された。はい、はい、その時にこのツナピコっていう名前を商標登録で取りまして、はい、全国で販売していただきました。はいね、昔はめちゃめちゃ売れてたんですか。めちゃめちゃ売れてました。一番売れてた時は年間で10億円ぐらい。そんなにすか。はい、大成功じゃないですか。うちの会社で一つ工場を建てました。え、専用の。それ建ちました。工場が建ちました。はい、これはまたすごいですね。はい、ピコピコっと嬉しくなっちゃう海なんてどういうことなんですか。意味がわからないです。やっぱりこれ電子音ですもん。だってピコピコファミコンとか電子音ですから。昔はすごい売れ行きだったツナピコですが、今はどうなっているかというと、で販売して実はいたんですけど、なんと今うちの会社では作ってないんです。え、そうなんですか。そうなんですよ。じゃあなんで存在してるんですか。これじゃ違う会社が作ってるってことですか。あの別の会社さんに今作ってもらってるんです。石原水産の代表商品だったツナピコもマグロの価格高騰を理由に15年ほど前に生産を断念し、今ではもう作っていないんだそうです。ということは昔の作り方でのツナピコという商品はもうこの世にはないってことですか。なるほど。はい、でもちょっと待って、違う会社っていうのはほんまでっかいないねんこれ。チンってやってから喋る。ちょっといいですか。ないねん。ただちょっとでもいろいろ今来てね、進化した今のこのツナ事情あるんじゃないですか、この商品。 ありがとうございます。よくぞ聞いていただきました。ぜひそれも教えていただきたい。お願いします。はい、ツナピコはなくなってしまいましたが、石原水産にはまだまだマグロを使った斬新な商品がたくさんありました。進化したツナ事情。ツナ事情、ここにですね、あ、お、ちょっとマグロチーズ出た、はい、大好きですこれ。 ありがとうございます。キューブ状のマグロの角煮、はい、それの進化系でチーズとくっついてる。これ試食してください。これ俺最初見た時、俺格子状ってこれ衝撃だったもん。また先に合うんですよね。ありがとうございます。めっちゃいいじゃないですか。ワインからハイボールからビールから何でもいいですこれ、はい、フィルムもやっぱり進化して。そうなんですね。保存料とか使ってないけど製造から300日持つようになってる。うまい、はい、なんでこんななんか鮮度あるかのような、そのやっぱ進化してますよね。チーズまた癖ないから、はい、このチーズもマグロに合うチーズを作ってます。これがチーズが勝ちすぎたら意味ないですもんね。よくぞおっしゃっていただきありがとうございます。実はこちらのチーズカツオの方が先にできたんです。カツオの佃煮として角煮を作ってるんですけども、切り込んだだけの形にチーズが乗っかって。うまそう。これがやっぱりね、カツオ独特の栄養成分もいっぱいあって、すごい綺麗に乗っけてますね。はい、これもあれなんですよ、熱湯の中に入るボイル殺菌っていう技術でちょうどいい感じにとろけてくっつく。これまためっちゃうまいっすよ。ありがとうございます。ネギいけるやつやな、これで。食べ応えがあるんで、受験生のお夜食とか、うん、またちょっと違う魅力がありますね。はい、ありがとうございます。これ味物好きやろ、絶対。こちらが食べるお出汁。どうぞ。はい、僕もこれ食べたことあります。好きなんで。ありがとうございます。売ってんの、はい、いろいろとやっぱこれ、ね、これヘルシーちゃうかな思って。こちらもカツオとマグロがあるんですけど、こちらはマグロでお塩仕立てになる。このまま召し上がっていただく。どうぞどうぞ、次はどうぞ。おいしい。ありがとうございます。めっちゃうまい。はい、味すごいっする。出る出る出る、噛めば噛むほどグッと出てきますね、はい、本来の乾燥のマグロの味わいがうまく生きるような製法がうちの技術なんです。これ熱々ご飯にかけて、はい、ちょっと醤油だけでも、冷ややっこの上に乗っけて。なるほど、はい、ドバスこれからの季節最高や、はいはい、これの工場行こうぜ。銀シャリさん大絶賛の商品がマグロの生ハム。マジですか。こちらはキハダマグロを燻製液っていうのをつけまして、はい、で適度に水分を飛ばしてまたシュッてやってる。やっぱそこの技術もあるからね、はい、こちらが綺麗にもう盛り付けていただいて、何にもかけてない、はい、かけてないのまず、すごい綺麗、はい、俺初めてかもしれない、マグロ、はい、マグロの生ハム何にもかけなくても美味しいと思うんですけど、はい、うん、もう口に入れた瞬間からうまっ。ちょっとドバッサー、はい、はい、めっ
ちゃうまいこれ。止まりませんね、確かに。これめっちゃうまいですね、はい、ちょっと漬けマグロみたいなねっとりした食感になって、そうです、これ、はい、旨味爆発ですよ、はい、マヨネーズのところも行こう。オリーブオイル系のドレッシングなんかも相性いいんですけど、もう本当にあの手間いらずなマヨネーズ、あ、めちゃくちゃうまい。何これ、いけますでしょ。初めてです、今まで。正直この生ハム、マグロの水分を飛ばすっていう技術によってご家庭の冷凍庫で180日持つんです。いや、野橋さん、これほんで安ないですか、はい、だから566円。え、イタリア料理屋で出たらもう1200〜1300取れますぜ。 ありがとうございます、はい、こんな食うとあかんで、野橋さん食べてくれてる時にこんなに召し上がっていただけるとは嬉しいですね。ぜひね、またドレッシングでも味わっていただくと、とっても当てた、幸せな時に。ロバスさん今喋ってんねん、お前その顔も。いやいやいや、ええー、よ、はい、もう、はい、人気のマグロ加工品に大満足したところで、本題のツナピコへ。ツナピコですわ、はい、ツナピコの作ってるとこ、工場とかって知ってたりしますか、ええ、はい、マルシメ21っていう会社があるんですけど、はい、センチュリー21です。マルシメ、マルシメ21。じゃあちょっと今から行ってきます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ごちそうさまです。めちゃくちゃうまい、はい、まだ行くか。イニシャルサーチ、これやな、この辺見たけどね。あ、マルシメ21、あ、これや。やってきたのは焼津市が本社の水産加工メーカー、マルシメ21の静岡工場。それ系な、はい、あ、すいません、いや、もうすぐ近くにやった、はい、あ、こんにちは、いらっしゃいませ。めちゃめちゃすぐ近くにいましたよね、今、はい、ちょっといろいろお聞きしたら、ここでなんかあの、はい、スーパースーパーツナを、スーパーツナまだ作ってあるってことで。あ、もちろんです、はい、作ってます。すごいっすね、はい、もう県内だと作ってる会社少ない、え、県内って全国ではもう2社分ですからね。あ、そんな少ないですか。少ないですよ。で、大体うちが8割ぐらいはこちらでやってますので、ほぼシェア占めてる。ほぼですね、感じですか。はい、はい、そうです。だから本当頼みのツナ、あ、うまいね。どうですか、はい、うまいな。最近のどうですか、売れ行きは。絶好調ですよ。1には落ちたんですよ。物が悪いものを作って値段競争をしすぎたんですよ。原料を下げてでまずくなった。だから僕はもう思ったのは、もう原料を赤身だけの食べて美味しいものを作らなければ。やっぱそうシンプルなね、もう原点にね、ええ、だからまあ商品自体は売り上がってたんですよ。ほんなもう今後はもうずっと上り調子 で新しいものを作りましたんで、はい、やはりこれからは伸びていくものだと。こちらの会社で作っているのが京林堂薬局で見つけたスーパーツナ。全国のマグロ珍味需要のほとんどを賄っている工場を特別に見せていただきました。スーパーツナは角切りにした原料のマグロを醤油、砂糖などでおよそ90分煮上げて、時間をかけて乾燥させることでようやく出来上がるんだそうです。そしてこの後包装する工程。もうめっちゃいい匂いしてますね。これはあの小麦巻いてるというか、ね、これか、これが包装紙か。これが包装紙で、なるほど。で、フルーツは穴にこれが落ちてですね。なるほど。で、巻くということになってます。はいはい。ほんまや、銀と金って。金と銀で。あるわ、はい。金と銀は何でなんですか。やはり見た目なんですよね。銀だけだと、なんとなく足りないんですよ。あの味的には全く変わりません。はい。はい、出来上がって出てきてるんですね。もうそうですね。はい。すごいなこれ。まや、宝箱やで。めっちゃ出来てる。あれ何をしてるんですかね。巻き不良とかですね。右に寄ったり左寄ったり、そういうものが晴れてるんですよね。なるほどなるほど。はい。ちゃんとして。はい。ここからは青野社長が再びブームを起こそうと続々発売している新商品を紹介していただきました。こちらがですね、従来のマグロ 100% にわさび風味を風味につけたやつ。マジっすか、はい、でこれが唐辛子が入ってる、はい、唐辛子味。唐辛子、あ、これ、ね、緑もいいっすね、めっちゃ綺麗です。やっぱ光る緑やから、これちょっと、どうぞどうぞ、どうぞ。わさびいく、辛いぜ。あ、でも色はご存知。
つなぎゅー結構来ますねつなぎゅーつなぎゅー両方あるわ。おいしい。こっちも行っていいですか。どうぞ。つなぎゅーの、はい、これ唐辛子。唐辛子赤もほら、赤もめちゃめちゃええ。あ、赤いやん。辛いやろ。すぐ来る、すぐ来る。あ、すぐ来る、辛い。このいい感じ。はい。あ、これうまい。うまい。おいしい。しっかりやっぱホールドされてるな、ちゃんと見たら。機械でこれすごい技術ですよね。そうですね。なかなかできへんね、これ機械で。あ、ピリッとしていい。若い子はこの辺いいかもしれない。そして今年の3月にマグロ珍味の歴史上初めて原料を変えた新製品を発売したそうなんです。今までは通常のスーパーツナにです味をつけたものだと、はいはい、でこれはですね 50% 以上イカが入ったスルメツナ、ええ、はい、すげえ。これお食感もいいですね、ええ中にちょっと硬いのがあるの、これがスルメなんです。これは初めて。これ日本酒もいけるな。スルメの炙った感じとツナのいいとこ取り。そうでええよな。まさにうまさ無限大。うん、まこれ。皆さんスルメツナいかがですか。いかだけに。これが僕の感想です。多いな。多いわもう。確かに懐かしいばっかり言われてもねっていうのあると思いますんで。はい、もう新種類も出てますし、これでですね、グーッと伸びるように頑張りますんで、そうですよね、またお願いします、はい、じゃこれでも社長とも